佐野城は、下屋国阿蘇郡佐野、現在の栃木県佐野市若松町に築かれた日本の城である。別名カスガ岡城、カスガ城、バー城、佐野市指定史跡。佐野市はもともと佐野の北部にある唐沢山城を拠点としていた。佐野市は北条市から養子を迎えていたため、小田原征伐の際には滅亡の危機を迎えた。だが、一族の佐野坊をが、 豊臣秀吉に仕えていたため、役後に坊綱が当主に就くことで断絶を免れた。その後、坊綱は豊臣氏近親である富田氏から新吉を養子に迎えて家の安泰を図った。豊臣政権側も道場を江戸城の徳川家康を牽制するために活用しようと図った。ところが関ヶ原の戦いによって徳川政権が成立したことによって、 佐野氏を継いでいた佐野新吉の立場は微妙となった。1602年佐野氏は徳川家康の意向を受けて上杉謙信の攻撃をもしのいだ山城の唐沢山城を廃止して、麓に新規に佐野城を築城した。唐沢山城の廃止理由としては、江戸大化展望説、山城近霊説、包茎縁古説などが出されている。理由は明らかではないものの、 徳川政権の本拠地である江戸の近くに、豊臣氏に近い大名が山城を持つことが、徳川氏にとって、不都合であったことが推定される。佐野城は、春日岡丘にあった、宗州寺の跡地に、新しい佐野市の本拠地にふさわしい近世城郭として、築城され、追記途中の1607年には城主である、佐野新基地も東沢山城から、佐野城に移転して、城下町も整備されたが、 整備半ばの1614年に、突如佐野市が開役されたために、わずか14年で廃城となった。城の形式は連閣式の平山城で、東山約370メートル南北約500メートルの規模を有する。城石としては、車の跡や掘り切り、土塁などが残されている。外堀は区画整理等により消滅した。南から、三の丸二の丸、本丸、 北出丸と並び、各部分はケリーによって仕切られている。最も高い本丸の標高は約56メートルである。1988年から1998年にかけて佐野市による発掘調査が行われ、現在は佐野城山公園となっている。また、築城によって移転を命じられた総集寺は今日でも佐野役よけ大師の愛称で広く知られている。 ありがとうございます。